おはろうばんは、せつです。見てくれてありがとう。今回はですね、エンディングですね。もうヨナとメリアの依頼を達成したから、あとはもう確かそうだったよね。そう、王女様にお話をしようかなと思っていたところでしたね。おいさ、とりあえずお話しして、何か変わるかな。ヨナの成長に国の未来がかかっている。何も変わんないね。もうすることないな。これはもう最終日まで時間を持て余すほかないんじゃないかな。じゃあそうだね、やることもないから、ゾロ、ゾロだね、やつを探そうかな。探して倒そうか。でついでにビビちゃんがどこかにいれば仲間にして飛び運で飛び運したいから、やっぱ楽だからね。ここにはいないか。どこさいるかな。これじゃないね。トゥーソン、風のオーブめっちゃ役立つわこれ。でもここにはいなさそうだね。ね、いないねこれ。どうしようかな。レモイナに今回行ってないんだよね。ちょっとレモイナに行きたい気分でもあるぞ。馬車使って、あ、やべ、めっちゃ疲れてんじゃん。これちょっと休憩しようか。 OK。 この辺にいないかな。ここにもいないか。そういえば空のイベントって、もしかして何かいいお知らせでしょうか。あ、持ってたっけ。ご神体のルリヌ、また勇者様の持ってなかったな。いないね、ビビちゃん。レモイナに行こう。聖女カマラってやつが蘇ってくれたら話は早いんだけどね。お、いらっしゃるね。とりあえず休憩しよう。よし、いらっしゃいまし。本日のご用向きは何でしょう。気軽にお申し付けくださいね。あれ、取引。毎度ありが10匹。あれ、いなくなった。嘘、え、マジで仲間になってくれない。奪い取らないといけないのかこれは。で多分ね、今更だけど気づいたんだ、気づいたんだよこれ。1日経たないともうキャラクターがどこかにリスポーンすることはないんじゃないかなってね。今更気づいたんだよ。だからもう多分ビビちゃん出てこない、イコールゾロも出てこないでしょ。戦ってももはや意味ないよね。の、おるやん、おるやん。勝負や。おや、あの時、4人で魔王を倒していれば、上級騎士の俺が王女をものにできたはずだ。それを、くそくそくそ。相変わらずいつ聞いてもこいつゲスいな。仲間になれそう。さて、お前はね、ヨナのね、大ボーラーの餌食になってもらいます。いけー！いけどうだ、手も足も出らんだろ。ここはね、ポイゾールだ。オーケー。パワーアップ？何を考えてるんだ、こいつは。まったく、自分の危機を知らないんだな。オッケー、本体に当たればなんてことはないんだ。とどめを刺してください。なんでやねん。お、いいぞ。くたばれ。おー、危ねえ。あ、やばい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 。すまない、
嘘やん。え、嘘。戦闘不能から回復できるやつないよね。そんなもんねえよね。うわ、マジか。なんだよそれ、もう最悪だおい。こいつマジぶっ殺しちゃう。そこだ。オロチってなんだ。いらなくないか。情けねえ。勝てばいいのかよ。それが英雄様の戦い方かよ。だったら俺にも考えがあるぜ。次に会った時、俺があんたに引導を渡してやる。あ、マジか。5時間でしょ確か。6時間だもう。最悪。次会った時ただじゃおかねえから。今度どこに嫌がる。どうした、顔色が悪いようだな。そんな死体みたいな面じゃみんながっかりするぜ。もしも今のあんたが俺に勝ったら、今度こそ英雄と認めてやろう。なんだったら頭を下げて家来になってやってもいいぜ。さあかかってきな。超ビビった。何も知らずに走っていっただから。よし、絶対勝つよ。強くなってんのかな。いや、そんなことはないか。このゾロナイトってやつがめんどいんだよね。ほら、すまない。マジめんどいわ。そこだ。わざわざ俺を狙ってくるから。いいんじゃない。はい、よっしゃ、完璧。やった。すい、あんたやっぱり神様に選ばれた英雄様だ。俺はあんたに惚れたぜ。頼む、家来にしてくれ。本当に。うせろ。はい。うわー、ちょっとうせろって言ってみたいな、これ。あー、言ってみたいな。でもはい、よろしく頼む。英雄様の家来になれるなんて男冥利に尽きるってもんだ。嬉しくて涙が出そうだぜ。絶対嘘だからこいつ。多分ね、エンディングでこいつね、なんか言うと思うよ。なんか実はこう、お前なんてみたいな感じで絶対言う。お、すべての仲間を従えた。ライバルを従えし勇者。はい、もう何も思い残すで、大将より思い残すことはないね。あー、ちょっとな、うせろってやってみたかったな。まあ、次でできたらやってみようかな。今回初めてね、仲間にできたから。いや、嬉しい。どの程度強いのか、見せさせて、ん？お手並み拝見といきますか。よし、全範囲じゃない？やっぱり。くたばれ。おお、おお、おお。まあ強いのか。なんかそういえばさ、持ってなかったっけ？デモルド。ああ、こんだけしかないんだ。本当納金なんだね。はやて。プレゼント。気に入ったぜ。早速使わせてもらおう。おお。
いやまあ仲間になったらそれは頼りがいはあるけど、どう見てもやっぱ悪人面なんだよね。あ、ハヤテってかっこいいな。これで一撃で倒せることが、ああ強いね。ああゾロ普通に強いわ。まあでももうやることないから、ここから出て、はい、んでね、ここ5時間だから、あかんな、5時間あかんな。ゾロのを使おう。せっかくだからね。オートに行こうかな。いや、オートかな。に行って、バラをプレゼントする。プレゼント。シンクのバラ。メリアン、あなたが好きです。知らないなんて、君って本当にバカだね。よし、これでいいかな。待って、ゾロ HP が930もある、すごい。 OK。 ねえ勇者くん、うちこういうことを遠回しに言うの嫌いなんだよね。君はもうすぐ死ぬ。さすがのうちもそれを止める魔法は知らない。でも幸いうちは女だから、君の血を残すことはできるよ。ねえ勇者くん、やり方は知ってるでしょ。知らないなら教えてあげる。うちじゃダメかな。おいで。へえ、人体実験に自分の体を使ってると思うと興奮するね。これ癖になりそう。ちょっと待って、あのヨラガさんのさ、おいでってすげえイケボで言ったの。いやすごい、なんかちょっと自分の中でツボっちゃった今の。よし、まあゲスなシーンはここまでにして、もう、あれ？ああ、そうだ。他にもやることないよね。ゾロを、なんかゾロを使って何かやることあるかな？いや、マジで何もやることないから。休憩しまくろう。魔王の脅威が去った途端、人間は我らの森を奪おうとした。人間の欲には果てはないのか。私は呆れたものだ。だが貴様がトゥーソンの住人と我ら森人のどちらも見捨てず、両方を救ったのも同じ強欲さだとしたら、人間のそういう部分も悪いことばかりではない。心配いらな。人間とは今後もうまく付き合っていく。貴様は安心して眠るがいい。森人とトゥーソンのいざこざはこれで収まると思うんだけど、どうかな。この戦争で体制のあらがいろいろ見えちゃったから、今まで通りにはいかないよね。にしても問題を山積みにしといて自分だけ逃げるなんて、勇者くん性格悪いよ。
うちも君みたいに腹をくくらなきゃダメかな。ああめんどくさ。あんたが私にナイアガラを渡した理由が今になってわかったよ。たとえ血を流しても未来は自分の手で切り開け、そう言いたかったんだろ。私バカだからすぐに気づかなくてさ、ごめんよ。それとありがとう。わしは坊ちゃんにお仕えできたことを死ぬまで自慢しますよ。最後まで他人のために尽くした坊ちゃんこそが本物の英雄だったとね。子供の頃から憧れていた勇者になれたのは全てあなたのおかげです。僕に何ができるのか不安ですが、きっとどんな苦境にあってもあなたの力が導いてくれる。どんどん力が湧いてくる。もう誰にも負けませんよ。何しろ今日から僕が勇者なんです。あなたはゆっくり眠るといい。あれ、ゾロ来なかった。あのクソ野郎。こんな白状もんが。ああ、結局滅亡するんだね。65年後、まあトゥーソンがこう栄えたっていうのはいい話だったね、今回。愛する人を見つかった。まあね、この世に思い残すことはもうありませんか。ない。ないよ。そうですか。あなたが満足なら天使の私も嬉しいですよ。さあ天国で神様がお待ちです。さようなら勇者様。あなたのことは忘れません。これで終わり。うん、これで終わりかな。勇者シスはちょっと続きからもう一回。勇者シス。どうなるの？もしもーし。もう勇者様、あなたの命は今度こそ大切。あ、何事もユリアなかったかのように話が進んでいく。坊ちゃん。ああ。そのようです。ずいぶんか。まあとにかくそれにしてあちら立てれば。あ何事もなかったかのように話が進んだね。あらまあ、はい、とりあえずね
今回はリュウさんの依頼を達成しようかなって。なんか前回というか最初のあたり俺2つ目の依頼って達成しないような記憶があるんだよね多分。どうぞ。これで我らの森は救われる。勇者よ、貴様に礼をせねばなるまい。共に魔王城を目指したあの日のように、私をもう一度貴様の下で働かせてくれぬか。いいとも。何なりと命ずるがいい。私の命も心も体もすでに貴様のものだ。あれ、こんなこと言ったっけ。ほう、んじゃまとりあえずこれを渡して終わろうかな。貴様がこれに変えろと言うならこちらに依存はない。よし、こんなもんかな。それじゃんね。今回の勇者指数はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。おい、いくらなんでも渡す相手が違わねえか。なんだ、可愛いとこあんじゃん。